はい、皆さんこんにちは、ミスタープランクスです。はい、今回はですね、こちらの iPod mini の方を紹介したいと思います。はい、まあ、なんで今更 iPod なの mini かなのかというと、まあ、単純に最近商品とか紹介してないなって思って、はい、紹介することにしました。詳しい紹介とかをね、今日していきたいと思います。はい、じゃあまずこれはですね、僕は小4の頃にその父親から、まあ、誕生日プレゼントとして もらったものなんですね。はい、もうその時すでにバッテリーとかも随分ダメになってた状態なんですけどね。はい、ではまあ早速起動してみたいと思います。まあ多分起動しないと思いますけど、はい、あ、一応アップルのマークは出ました。まあ多分もう電池切れですね、これ電池切れ。じゃあまず外の方から見ていきたいと思います。はい、まずここにイヤホンを挿すところと、そのラジオが聴けるっていうやつだったかなんか挿せるとか、あとここでホールドとかを押します。はい、 iPod Nano とかは全部こっち側にイヤホン端子とかあるんですけど、ミニの場合はこっちにありますね。で、持った感じも結構重いですね。はい、まあこれ随分昔の iPod なんでね、昔っつっても2005年か6年だかそんぐらいなんですけど、そんで画面はそして白黒で、ちょっとバックライトとか入れないと見づらいですね。で、ここがホイール式になってて、で、ここにメニューボタンとか、あと決定ボタンとか曲再生したりするボタンがありますね。ちなみにこれバッテリー内蔵なんですけど、一応バッテリー取り替えることはできるんですけど、めんどくさいんで買ってないですね。秋葉原でバッテリー1000円で売ってて、で、ここなんか爪楊枝か、ここだったか忘れたけど、爪楊枝かなんかでグリグリやるとなんか取れるそうなんですけど、はい、まあめんどくさいんで取らないですね。 iPod シャッフルとウォークマン持ってるし、今これもう全然使ってないですね。で、容量が2ギガと、まあ少ないかな。いや、でもそれだけあればまあ結構な曲入ると思うんですけど、はい、ウォークマンの場合は32ギガぐらいあった気がするんですが、まあ裏とか普通8ギガとか4ギガとか書いてあるんですけど、これの場合書いてないですね。で、この iPod mini は金色です。はい、じゃあ早速バッテリー入れると、じゃない、充電すると起動するんで充電してみたいと思います。コンセントから充電するんですけどね、パソコンから充電するとなんかいろいろショートしたりするんで、はい、で、こちらのこのケーブルで接続します。はい、つながりました。で、こっち側を、あれ、刺さないですね。よし、で早速充電器刺してみたいと思います。はい、はい、つながりました。はい、このようにアップルのマークが出てきました。はい、暗いですね。で、このようにして充電が始まりました。はい、で、まずこれ長押しするとバックライトつくんですね。まあカラーじゃないんですけど。で、これでまあ一応曲聴けたり、オーディオブックとか聴いたり、あとは、まあゲームとかも一応できるんですけどね。なんだろう、ゲームで、ソリティアとか、あとなんか、ミュージッククイズとかできるんですけどね。はい。で、まあ、ホイールなんで、こうやって回して、曲とかの音量などを調整したりしますね。はい。はい、というわけで、今回は、あと、ついでにですけど、電源とか切ったりするのは、これを長押しすることで、はい、消えますね。で、充電中って。
はい、というわけでですね、今回は、まあ、こちらの iPod mini を紹介したんですけど、まあ、多分今じゃそんな見ることはないですね。はい、多分たまに売ってるんですけど、ハードオフとかで。でももう多分そういうのはバッテリーとか死んでるんで、使うんだとしたら買い替えた、バッテリー買い替えた方がいいですね。まあ1000円なんで、多分。自分でバッテリー入れ替えて、電池代1000円だけ。なんですけどね。はい。というわけで今回は、こちらの iPod mini。なんかややこしいですね。iPad mini とかあるから、なんか。ややこしい。iPod mini の方を紹介しました。はい。結構これでかいですね。手に持ってこれぐらいだから。はい。それでは皆さん、さよなら。